はい、アルティメット読書会不定時の5つ目の動画です。ちょっとここつまみ食いとびとびになるんですが、今日は、この難易度を表すなんかこう表現の時に不定時をどう使うのか、ね、それと、この B 動詞と不定時がセットになった場合、そしてこの大不定時という言葉、ね、これの確認をしたいと思います。201ページにまず飛びましょう。はい、201ページはこれです、ね、B 動詞難易を表す形容詞 to 不定詞、なんかすごい長ったらしいですね。例文見ましょう。 The problem is easy to solve、 その問題は簡単だ、ね、解くのは簡単だとなるわけです。これ実はですね、副詞適用法やったじゃないですか。副詞適用法、ね、何かするために目的があったりとか、何とかしてという感情とかさ、感情の原因、そして例えば He is clever だっけ、 He must be clever to answer that question、 その質問に答えるなんて彼は、賢いに違いないみたいな判断の根拠、そしてもう一個は He woke up to find himself in the hospital、ね、気づいたら病院にいたみたいな結果の働き、ね、こんな4つがあったよね。でこれに付け加えてください。難しい簡単っていう難易度とか、ね、安全とか危険とかそういうふうな、まあこと、こういったものに対しても実は副詞適用法が機能します。まあ、といっても訳はもうそれぞれですよね。日本語に合うように訳してくれればいいんですけど、これも、その問題を解くのは簡単だ、解くのは簡単というふうにこの形容詞にかかってるから副詞適用法なんですけど、まあそんなことはいいです、ね、ただこんなふうに解くには簡単だ、解くのは簡単だなんて訳し方ができれば OK、はい、難易度を表す形容詞の後ろに続いてするには何とかだ、ね、なんて訳せば OK です。実際はこれ難易度だけじゃなくて、ここにある通り、まあ、difficult, hard, easy だけじゃなくて impossible, 不可能、tough, 困難、そして安全危険の safe, dangerous とか、ね、心地よい心地よくないの present, unpleasant, comfortable, uncomfortable, convenient、ね、こういったものに使うこともできます。で大事なところをちょっと一個やっておこうか。この下の文ですね、something to write with っていうのを形容詞適用法でやりましたが一緒です。これは文どうですか。 The house is not pleasant to live in、 その家は住むには心地よくない、ね、こうやってかかってるわけですね。でなんで in が残るんですかって気になる人がいると思いますが、これさ、もともとは live in の後ろは live in the house、 この部分が来てるわけでしょ。だからこれが因がないとリブザハウスってなっちゃうわけよ。そしたら文としておかしいよね。だからちゃんと因を残してくださいということです、ね、因で終わると気持ち悪いけどこういうからくりです、ね、となるとトライアウトで試してみて、これはどうなるか。この川は、はい、7月に、はい、選択肢的に泳ぐには危険だということですよね。そうすると普通泳ぐって時には川で泳ぐ、スイムインザリバーって書くと思いません？ということは in を残さないといけませんから2番が正解となるわけですね。はい、今日のポイント1つ目、ね、この難易度を表す、形容詞にくっつくときには何とかするには点点点だとなります。はい、じゃあ続いて、この202、203はちょっと飛ばします。第6回目の動画でね確認します。はい、じゃあ204ページいきますね。はい、大不定詞という言葉、大不定詞っていうのは他にも代名詞とかってあるじゃない、ね、あるいは大動詞っていうのもあるんですけど、何かの代わりをするわけだ、ね、代名詞だったら名詞の代わり、大動詞だったら動詞の代わり、じゃあ大不定詞は不定詞の代わりをするってことなんですけど、まあ、どういうふうに使ってるか、例文見ると Please come with us if you'd like to、ね、もしあなたがそうしたいならば、一緒に行きましょう。じゃあそうしたいってどういうこと、この後ろ何が入ってますか、ね、つまり何か省略が起きてるわけでしょ。で省略が起きる時っていうのは繰り返すのがもったいないよね、紙をいっぱい書きたいんだから紙のスペースに、ね、ということは前に出てきた言葉ですから to の後ろは動詞のはずだ、ということはこれやね、
come with us、 これが抜けてるわけよ。でももう書かなくていいわけです。こういうのを代不定詞と言います、ね、説明読んでこう。不定詞 to の後に前に出てきたものと同じ動詞が入る場合、繰り返しを避けるために to だけを残して動詞以下を省略することがあります、ね、これを代不定詞と言いますよ、ね、ということです。はい、だから前に何かがないと、あ、いきなり使うことは絶対ないね。はい、はい、じゃあ次3つ目のポイントいこう。3つ目はこの B 動詞プラス to 不定詞。ちょっと例文1個目見ると、 The president is to visit Kyoto today みたいな、この is to みたいな、なんかちょっと変なつながりだよね。これをやります。はい、この B 動詞に不定詞がくっつくとね、下に書いてますポイント、助動詞と同じような働きをします。そう、これちょっと俯瞰してみようか。204ページに予定って書いてますね。で、次のページめくってください。次に行くと今度は意図目的で、3番可能、4番義務、5番運命。なんか助動詞で当てはめられない？例えばどう？最初の予定っつったら、まあ、be going to とか will だよね。これで当てはめられるよね。ね、もちろん意図もこれも will でいいよね。はい、可能っつったらもうまさに can でしょ、ね、そして義務って言ったらまあ must ですか、ね、そして運命だけはちょっとこれは助動詞ではあまり見当たらないので、まあこれだけまあ入れとこうか。なんとかする運命にあるって意味もありますよと、ね、その他は全部助動詞に置き換えることができます。だから文脈に合わせてあとは訳せばいいだけ、ね、となるとさっきのこの大統領の文、ね、なるべく日本語見ないように考えると、 その大統領は明日京都を例えば訪問することになってる。やっぱ予定がいいですか、ね、まあすることができるっていうのもシチュエーションによってはいいかもしれないけどね。2番 If you are to succeed, you'll have to study hard、はい、もしあなたが成功を、まあ、するという意思があるなら、したいならってやっぱした方がいいよ ね、はい、3番 Nobody wants to be seen on the street、 誰もその通りで見られなかった、ね、見られないというか、まあ、可能だよね、がいいよね。4番 You are to follow my orders、ね、あなたは私の命令に従わねばならない。やっぱ命令ですからマストにした方がいいよね。はい、そう、つまりごめんなさい、喋ってるだけでこれこうやって変えることができるよね。まあこれちょっと will を使うとダメなのでこんな感じですか。で、3番だったらこれは、could ですか、過去形ね、 could be seen とか、これもマストに言い換えることができます、ね、そして5番がこれが先ほどの運命ですね。 He was never to see his mother again、ね、彼は決して二度と、お母さんと会うことはなかった、ね、こんな感じになりますね。はい、ということで B to 不定詞でした、ね、まあ、助動詞に変えればいいから、そんなあの難しいと思わないでください。助動詞どれかに書き換える、 will、 ね、can、 must どれかに書き換えてみると分かってくると思います。